はい、どうも、コミです。さあ、今日はカンクラからですね。ちょっとね、苦戦しましたね、今回のリーグ戦初戦は。まあ、僕自身、ちょっと装備間違えて欲しい位置かましたっていうのもあったんですけどね。ルートライダーが使えなくなるかもしれないという騒ぎがね、あって、だいぶ、ちょっとね、攻め方に関する、その、自信が持てなくなるタイミングがあったんですけども、まあ、結局、なんだかんだね、今持ち直してます。で、今日の話は、もういろんな方がね、今日これ動画にしてると思うんですけど、ルートライダーってまだ使えるの使えないのっていうところに関して、僕もね、今自分が思っていることを、ね、まとめて話そうかなというふうに思っています。で、結論から言うとね、使えなくはない。だけど今までのようなオーバーグローゴリゴリのルートライダーはちょっとね、リーグ戦でやるには少し勇気がいるんで、やり方工夫した方がいいんじゃないかなっていうところがね、まあ話の趣旨になると思います。で、そういうふうに今僕が思っている理由っていうのをちょっとね、今日皆さんに見てもらおうというふうに思うんですけども、合計3本ちょっとリップを見てもらいたいなというふうに思っています。で、これかな。まずは1本目、見てもらうの、まず1本目のこれは、オーバーグロー2個を使った、まあ本当鉄板のね、ルートライダー戦術になります。で、ここにスーパーバーバリアンがいないので、スーパーバーバリアンがいない理由は、まあ多分時間をね、意識しないと、バルキリーとかでもいいのかもしれないですね。まあ、あった方がまあ、どうだろうな、使いこなせるんであれば、その時間以外の面で言っても、例えば、その、ルート強制とかにも使えたりするんで、割といいと思うんですけど、で、今回のこの配置っていうのはね、もう見ての通り、ルートライダーを二手に完全に分かれさせるような配置ですよね。これどうなってるかっていうと、すべてのところがそうなんですけど、ここにこうストレージが置いてありますよね、こういう風にね。だから入ってきたルートライダーが、どっから入ってきてもこういう風に分かれちゃう。で、グランドウォーデンやミニウォーデンが、片方にしかつかないんで、もう片方を徹底的に潰しちゃおうというようなね、配置になっているんですけども、ただこれを今までであれば、オーバーグローを真ん中にこう打つことによって、中心からの火力を避けることができますよね。そうすると、火力と自分たちの攻撃力のバランスが、自分たちの攻撃側が強くなることによって突破できちゃうっていうのが、これまでの現象だったんですよ。で、そのね、現象っていうのが起こりにくくなってるんですね。で、今回のその現象が起こりにくくなってるっていう一番の理由は、これね、突破のスピードが落ちてるんですよ。ルートライダーの単体攻撃力が下がってることによって。で、いやいや、まあ、それであればね、ヒーローとかバルキリーがいるんだから、そっちでカバーすればいいだけじゃないのっていうふうに思っている方も多いと思うんですけども、まあ、実際その通りなんです。だけど、こういうふうに今かなり綺麗に、ルートライダーがね、生き残っていたとしても、オーバーグロー2個使って、まあ、それでもね、タウンホールとかこのグローをかけた部分以外に施設がいっぱい残っちゃってる状態になってるじゃないですか。これキングがちゃんと真ん中にこういてくれたから良かったものの、これ下手したらキングいなかったら、これ全然全開に行かなかった可能性があるんですね。真ん中が綺麗に残っちゃって。そういうリスクっていうのが今のこの1位アタックの中にもこう見受けられたっていうことだと思うんですよね。そこら辺のね、どう言おうか、そのね、プロが、もうこのアタックばっかになっちゃったがために、このオーバーグロールートライダーを潰すための、修正として今回のルートライダーの下方修正が僕は入ったというふうに、経緯的には理解しているんですけど、だとするとやっぱり、この攻め方をそんな簡単にやらせてくれなくなってるってことなんですね。特にこういうルートライダー対策が効いてる配置では。だから、もしかするとこれからルートライダー対策配置が減っていって、で、またその時にルートライダーが復権するっていう可能性はあると思います。今この状況、このカッサのアタックっていうのは、ルートライダー対策をしている配置にルートライダーでぶちかましていって取っちゃってるっていう、そういう力技のアタックなので、まあだからこそそのね、あえてその攻めにくい配置を攻めてるっていうところでこういうギリギリの攻め合いになってきてますけど、配置がまた傾向変わってくればね、この攻めが、また、輝く時っていうのはきっと来るんじゃないかな、という気もしますね。で、2本目がこれですね。これもルートライダーを、ね、倒すための配置ですね。なんですけども、トミーさんの場合には、オディヒーをしてからルートライダーをするっていうね、ちょっと変わった、入り方をしています。で、この入り方をした場合でもやっぱり同じなんですね。言えることは、結局ルートライダーを使った攻め方っていうのが、そのオーバーグローを使った場合の話ね。オーバーグローを使った場合は、時間がやっぱどうしても攻めるのにこう、で、進行に時間がかかっちゃうんで、オーバーグローが2枚効いている最中の合計、まあ、大体50秒から1分間ぐらいの間に村を全開仕切ることができないっていう、そこがやっぱり大きな問題ですね。
体力の低下もまあ問題っちゃ問題なんですけど、まあそんなに大きな問題でもこれはなくて、やっぱり一番今回の修正で変わったところはルートライダーの進行速度かな、ここ一本に尽きるんじゃないかと思います、個人的にはね。はい、ただやっぱりまだ使えるんですよね、結論から言っちゃうと。だからさっき言ったように使えると思うんですよ、使えると思うんだけど使いにくくなったっていう状態がやっぱりすごいね、当たり前のことを言ってるようなんだけど、表現としてはやっぱりそう言わざるを得ないかなと思っているというところで、どう思いますか？これ、トンミツのアタックも最後まで見てもらうと、だいぶタウンホールギリギリなんですよ。ここでほらもうタウンがまた起動してるから、オーバーグロー2個目を使うでしょ。でもその頃にはさ、ルートライダーいなくなってんねほとんどね。で、キングも、もうこれ、フェニックスが出てきちゃっているから、この後落ちるし、アーチャークイーン能力残しているけど、これは、あれか、フローズンアローとインビジブル役か。あと、ロイヤルチャンピオンですね。で、こいつらが最後なんとか取っていってくれるんだけどって感じですね。まあ、フリーズの呪文4個残ってるから、まあ、これをふんだんに使えばね、いけるんじゃないのっていう見方もできるじゃできますけどね。はい。ただやっぱりそう簡単ではないですよね。タウンホールがこう起動し始めちゃって、ここからロイヤルチャンピオンがシールドを投げて体力を回復して殴っていくんですけど、フリーズで止めていくしかないですね。フリーズで止めていって、殴る。で、フリーズでまた止めて殴ると。これ、ロイヤルチャンピオンやらせちゃったの良くなかったんじゃないかな。今多分フリーズこっちにかけてあげるべきだった気がする。でもアーチャークイーンのね、能力が残ってるんで、まあまあ、大丈夫かなと踏んだのかな。はい。でも結構際どいですよね。こんな感じになります。だから、過信して使えるようなユニットでは少なくともなくなった。ただ、ガチガチに対策しない配置であれば全然使えるんで、こういう、もう典型的なね、アンチルートライダー配置でない限りは、そんなに気にせずに使っちゃっても、まあ問題ないかなっていう気もします。実際のところね、僕も、タウンホール15のアカウントで、今、レジェンドのね、資源狩りをしてるんですけど、16の、全然ルートライダー対策やってない配置に対しては、もう、なんだろうね、キングがいなくて援軍もいない状態で、ルートライダーがぶっ刺さりますっていう状態なんですよ。だから、やっぱりルートライダー対策をガチガチにしてる配置には、慣れてない方はあんまやんない方がいいと思いますけど、してない配置には遠慮なく使っていく。まあ、これが今のね、ルートライダー、オーバーグロールートライダーの、使い方の線なのかなっていう気がしますね。鈴木さんのライブリプレイがありますね。ちょっとこれ見たいな。ちょっと見る見ちゃおっか。見ちゃおっか。はい。これルートライダー使ったら熱いな。いやー、そうか、ラバル使ってますね。なるほどね。こういう感じであれか。フィヒーラバル。だからね、羊さんもこれまでルートライダー結構使ってたんですよ。だけど、クイヒーラバーとかにこうね、切り替え始めてるっていうところからしても、やっぱりルートライダー勢の、まあ、少しね、使い方が変わっ、なんていうのかな、ルートライダーに対するこうね、芯の置き具合が変わってきてるんじゃないかなっていうところが伺いますよね。タウンホールに多分この突撃化を投げていくんでしょうね。なんでエアスイーパー、タウンホール側向いてたやつがこっちになったのかな。それをしっかり食い火で潰しておいて、食い火が合いに捕まってますけど、お構いなしのトーム、突撃艦、タウンホール、レイジ、中からイエティかな。はい。鉄板ですね。特にタウンホールの周りにこう壁があるんで、イエティが一回中入ったら絶対タウンホール壊してくれるから、ここは強いですよね。そしてロケバル。最後のロケバルいいですね。これ、すごいな。頭いいな。呪文が多分そんなに持てないので、ヘイストがなくなっちゃうことを見越して、最後ロケバルに変えてますね、これ。で、残ったロケバルとアーチャークイーン、クイーンの状態でいるので、これが最後の着地点、ここですね。このマルチンインフェルノさえ突破することができちゃえば、あとはもう対空防衛がほとんどないんで、ここでもう秘蔵のフリーズを打ちましたね。これで勝負ありかな。バルーンが向かって、いや、ちょっとでもバルーンが足んないか。いや、どうだ。あ、そこトルネあるか。そこトルネか。あー、これバルーン全滅の浮き目にあったっぽいけど、でもしかしだな。だがしかしでしたね。はい、アーチャークイーンは上の方で壁叩いてますが、問題なし。いや、素晴らしいですね。だこういう風にね、やっぱりその、ルートライダーを、なんだ、一発勝負の場面で使っていくっていうのは、やっぱりこれから徐々にこう減っていく。で、皆さんが期待したね、e スポーツの、感じに戻っていくんじゃないかと思います。ナイスラです。はい。ただ、一個、最後補足。これね、先に言っときゃよかったかな。もしかして、ここでもう、動画切ってる人いっぱいいるかもしんねえな。こういうのはね、相変わらず強いっすよ。こういうのは。なんだっけな、ファイアーボールを僕使ってるじゃないですか。ファイアーボールを使った、ルートライダーとかは強いです。これなんでかっていうと、さっきも言ったけど、ルートライダーの対策をルートライダーオーバーグローの対策をしてる配置に、ルートライダーオーバーグローで行くのが厳しいんですよ。だけど、別にファイアーボールで臨んじゃえば関係ないじゃんっていう話なんですよね。で、ちょっとまあ見ててください。
通にいけますんで、これ。楽勝ですね。援軍とか出てきちゃって、マジかよ、だるっていう感じになるんですけど、まあ、そんなに気にならないかな、その影響は。うん。本当はね、ここのね、大軍を早めに殴ってほしかったんだけどね。殴ってもらって、インビジブルで隠してからのファイヤーボール、そっち行っちゃうみたいなね。こっち行ってほしかったとか思ったんだけど、まあ関係ないか。はい。なあ、こっちにね、飛んでると気がつかなかったんで、ここのね、マルチアーシャータワー、インフェルノに、クエイク入れられなかったっすね。はい。分かってればそっちに入れたんだけどね。はい。こっちに入れちゃったんじゃないかな。分かんないけど。ちょっとね、時間巻くためにアーチャークイーンで、これを処理していきます。バルキリーも出してね、もうさっさとね、巻いていきます。テスランが入ったのは不幸中の幸いかな。ここにバルキリーたちがこう、集まってくれたおかげで、あさっての方向にバルキリーが行かずに済みましたね。で、後ろから、ルートライダーを出していって、で、この辺からキングを出すのかな？そうですね。で、投下兵士を出して、こっち側の、サポートって感じで、ルートライターたちを真ん中に入れていく。アーチャークイーンの装備は、これですね。僕のいつもの装備になってます。で、ヒーラー8体体制で攻めていきます。多少赤爆弾、黒爆弾食らっても、まあ大丈夫でしょうという感じで、グランドボディのレイジジェムの効果をね、ヒーラー8体にすることによって、もう存分に使っていくっていう感じですね。回復増し増し。で、ロイヤルチャンピオンを当てていってますね。この当てていってんのは、中央部分に持ってきたいからじゃなくて、この壁の中をね、ロイちゃんちょっと歩って欲しかったんだよな。だけど、まあ、結果的には、タウンの方に入っちゃいましたね。これはコントロールミス。はい。ですがよ。ですが、どう？このユニットの残り具合、まだまだ。ルートライダーもしっかりさ、体力は あるんですよ。だから、体力はあるから、こう、レイジヒーラーとかが効いてると、そう簡単にやられたしないのね。壁をゴリ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 開けてくれて、後ろからヒーラーがついていって、で、その後ろからアーチャークイーンがついていくと。で、なんかしたけど、バルーンまで生き残っちゃってるみたいな感じですね。はい。楽勝です。こんな感じ。だからね、これだけ今日覚えてってもらえたらと思うんですけど、アンチルートライダー配置に、ルートライダーオーバーグローで攻めるのは、気をつけてください。タウンホールを止めて最後に壊すってパターンは星1を見ます。結構な確率ですね。なんでそこは注意。だけど、オーバーグロー1枚にして、タウンホールにユニットが到達するまで止めておくとかね。そういう1枚型だったら、実は全然関係ないっていう話です。2枚型はね、ちょっと気をつけた方がいいんだけど、1枚型は大丈夫なんですよ。これだからね、ちょっと過去の僕の動画とかも、他の、YouTuber の方のね、動画とかも見直してもらって、1枚なのか2枚なのかっていう、その戦術を使ってる時のオーバーグローの数を見てもらって、1枚であれば問題ない。2枚はやめた方がいいっていう風に考えておくと、割りかしいいと思います。ちなみにプロプレイヤー1枚で普通にオーバーグロー、ルートライダー使ってる人結構まだまだいます。なので、そこのね、注意点だけ皆さん、ぜひ頭に入れて使ってみていただくと、間違いないんじゃないかなという風に思います。ということで今日はですね、オーバーグロールルートライターの話をしていきました。どうだったでしょうか？いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では、最後までご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。